はい。皆様、ごきげんよう、チューリップリンセスです。えー、今日も私の美食女ご飯のご紹介をしたいと思います。えー、ちなみにですね、えー、私の、えー、こちらですね、ちょっと音を受けさせていただくんですけれども、えー、こちら側の私になります。えー、森高千里のちょっとコスプレをしている姿なんですけれども、 一応この程度の,あのスタイルを保っているっていうことであの見ていただければなというふうに思いますはい、えー、私の、えー、美食女ご飯はえは、ー、太らないアンチエイジングねそしてあの美容とか健康にもいいっていうことでやらせていただいています、えー、そして、えー、今日の美食女ご飯お夕食ですね、えー、ブリシャブにしました、えー、ブリシャブはねあのー、三重県の 南伊勢のふるさと納税のえお刺身のブリを使いましてあのとってもあのヘルシーな感じですねあのなんかね具だくさんの,あの湯豆腐にブリを入れたような感じなんですけれどもえ昆布だしですね昆布だしとあとねこちらのお豆腐がとっても美味しいあの身の助豆腐です母も大好きな身のけ豆腐の えと特選ですね。<laughs> 特選のね、身の付け豆腐がなんか届いたんですね。なので、本当に美味しいんですね。で、それと、あの、白菜とか、えー、長ネギとか、あと何が入ってるかな。ちょっとね、しいたけがなくてほんと残念だったんですけれども、あの、白菜、あとお大根、大根も入れたかなっていう感じでしたね。えー、そんな感じで、あの、ぶりを入れてね、あの、余ったの刺身のぶりを入れて、 こんな感じでブリシャゃプにしてみました。えー、右下はあのこちらもカブとか人参とかねいろいろ入ったあの高酸化のお味噌汁です。で左下がの炊きたてのご飯とあとはあこちらはなりきよのりっていうところが出してるえとおのりのふりかけですね。でそしてあの真ん中が金の蔵のいぶりがっこと。 第一宅配の蜂蜜梅干しになりますで。左上なんですけど、こちらがホットクックで作ったのブロッコリーだとかキャベツだとかツナとかの、えー、と蒸し煮ですねで。右上のポン酢は、えー、森田醤油の出汁、えー、を効かせたゆずポン酢ですね。とっても美味しかったですね。こんな感じでいっぱいお写真撮っちゃいました。こういうお食事をね、食べてたらね、間違いないなっていう感じですよね。 はい、こんな感じでね、美食女ご飯っていう感じですね、いかにも。<laughs> 本当にこれはもう太りようがないですね。はい、あのお野菜もしっかりとれますし、そしてタンパク質もしっかりとってねあの、おのりもすごく体にいいですからね、蜂蜜梅干しでねあの、感染対策もしています。こちらがブリしゃぶですね、美味しかったな、これ。 ね本当にあの身の漬け豆腐も私好きでねあの普通のお豆腐でももちろん美味しいと思うんですけどもね母が身のしけ豆腐が好きでね身の,のしかもこれ特選なのでねとってもこれは本当に美味しかったですはい、えー、こちらがねちょっとねあの傷んでないといいなって心配だったんですけどもねホットクックに入れたままにしちゃってたのでねちょっと心配でしたやっぱりあの作りたてより味が落ちちゃってましたね でもあのね、これからはまたすぐに冷蔵庫に移して気をつけたいなっていう思います。でも今のところね、とりあえず <laughs> 大丈夫なのでね、よかったなと思ってね、もうブロッコリーとキャベツとツナと、ね、トマトかな、ミニトマトなので、もうすごい高酸化なのでね、なんかもったいないからやっぱ食べちゃいました。こちらはね、おのりですね。私はね、おのりとかわかめとかもね、あのこういうふうにふりかけをこう無添加のを買っていてあの、もう常時ね、いただくようにしています。 でこちらもね、味噌汁はもう一番本当簡単なアンチエイジングですね。とにかくお野菜を入れてね煮ればいいんです。<laughs> 簡単なんですね。で体も温まるし冷えないしね。あのすごくお味噌汁は本当に一番あの基本的で楽なダイエット食品、あのアンチエイジング食品あのお料理ですね。はい、これまたもう一回ブリッシャブが来ました。ね美味しかったな。これにねお味噌入れたらもう美味しいお味噌汁になると思いますね。 こんな感じで私の今日の私ですね今日のあの美食女ライブのえ私でございますなるべくねこうやって頑張ってあのやっています <laughs> ありがとうございました今日の美食女お夕食でございました美食女ライブの方でもねどうぞ動画を見てくださいありがとうございました